6月15日水曜日。今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。 えー、冒頭まずですね、停電に関する情報が入っております。東京電力パワーグリッドによりますと、神奈川県横浜市で合わせておよそ2160件が停電をしております。東京電力が状況の確認と復旧作業を進めておりますが、完全復旧は7時頃の見込みと。 えー、いうことであります。横浜市の、えー、合わせておよそ2160件停電ということであります。まあ、あの、今日もね、朝からしとしと雨が降っているというお天気でありますんで、まあ、ちょっと薄暗い中でね、えー、不安なね、朝をお迎えの方もいらっしゃるかもしれません。停電に関する情報、またね、えー、入り次第お伝えしてまいります。 えー、そして、6月15日、今日は、あの、先ほどね、上ちゃんからもありましたが、千葉県民の日ということで、えー、明治6年1873年に、千葉県庁が設置されたという、この日を由来にしたということでありますが、これ、あの、結構ね、あの、いろいろイベントだとか、あるいは、えー、千葉県民の方にはお得な、無料になったりとか、そういうようなこともあったりとかね、えー、するようであります。はい、まあ,あの我々 我々もね、ええー、千葉とは非常に。 縁が深いというかですね。まあ、我々二人、新岐アナウンサーも僕も、駆け出しの頃には中継コーナーを担当してたと。で、そうするとね、あのー、一つ路線を決めて、で、一駅一駅駅前からなんていう中継をやってるとですね、はい、もうあの、千葉の方にも何度も何度も足を運びまして、ね、はい、あの、みんなにお世話になったという感じなんですが、ね、えー、結構ね、やっぱあのー、貴らずにいい送信所、AM の送信所があるということもあるんで、えー、非常に聞いてらっしゃる方が多くてですね、 えあの、暖かく歓迎してくれるなんていうのがね、うん、よくありましたし、そうでしたね。えーうん、あの、そういえば、いろんな企画でねあの、いろんなとこ行ったなっていうのが、その、沿線各駅巡りもやったし、あとはあの、農家さんに収穫のお手伝いとか行ってですね、えー、はいえ、松戸で枝豆取らせてもらったんでとか、ね。 そういやいろんなことやったな、っていうね。<laughs> もう、あのー、私鉄のね、私鉄 JR、鉄道路線もいっぱいあるんで、もうそれこそ乗りに行くだけでも楽しいというね。<laughs> あのー、それこそ外房線と内房線をつないで、房総半島一周をやったりとかね、先週18切符で。<ー>えー、いいんだよ。 春は菜の花があり、そして、まあ夏にかけてっていうのもね、やっぱ海を見ながら走るっていうだけでもとっても楽しいし。気持ちいいですよね、えー。ええー。そこへ来てですね、うん、まあ中継なんかに行くと、まあ中継そのものも楽しいわけですが、その後に昼飯をみんなで食べてくるっていうのが、非常にこれがね、<あ>楽しみでありまして。これはイダサあでですね、そのラーメンですね。いやもうね、もう,もう千葉といっても広いわけですから。<laughs> いろんなところにいろんなご当地のラーメンがあると。そうなんですよね。ええー。松戸に行けばあの例の、ね ね、えー、富田というメニューがありますし、またあの、ボストンアン島の方はね、タケオカラーメンというね、ねう <laughs> えー、これをも,もう、あの、チャーシューいっぱいこうあってね <laughs>、えー、というね、あるいはあの、勝浦まで行けばタンタン麺があったりとか。 <laughs> お腹空いてしまいますね。お腹空くよね。うもうね、今日ね、あいにくのお天気なのは本当に残念なんですけれども、まあただね、あの、これから先、ね、えー、梅雨があって、梅雨が明けてなんて言うと、もう本格的なシーズンになってくると。俺やっぱ ね千葉の JR の方々ともご縁があって、いろいろ話伺うと、はい、まあコロナでね、なかなかあのお客さんに来てくださいって言えない日々が続いてたんだけれども、ようやくここへ来てね、ええー、今年の夏っていうのはお客さん呼べるんじゃないかなっていうふう,う風になってますし。うん、そうですよね。え、うん、えー、えー、魅力いっぱいの千葉でありますけれども、農産物もね、これまた、はい、もうそれこそあのー、工事の田んぼも、ええー、毎年お世話になっていてね、ねえー、今年もですね、j トリの皆さんに本当にあの面倒見て、 ていただいてなかなかあの田植えとかもいけないのは本当残念なんですがね、えー、今まさにですねこの方があおあとしてきているという時期だと思うんですけれども、うん、あのこの後秋にはね収穫の時を迎えてというところまで楽しみにしていきたいそして、えー、果物もね本当に豊富なんですが、うんえー、今週は J. 千葉みどり館内の飯岡メロン部会から飯岡の高見メロン二玉入りを一人の方に毎日プレゼントがありまして、はい、えー、今日はですね、えー、試食をさせていただきました。そうなんです、放送前に。ね,ね、食べました。動画ももう上がってるのかな ね、もう上がってますよね。<ー>えー、新業アナウンサーがバクバクと食いついているという。<laughs> うまいね、しかしこれは。みずみず私もさっきいただきましたがああ、そうですか。えー、<ー>もうなんか甘みがギュギュッと凝縮されているという感じで。そうなんですよね。口の中にじわっと広がって、みずみずしくって、キンキンに冷やしていたのでね、またね。ほん 本当に美味しかったですね。ねえ<ー>。うもうこの、千葉の恵みをですね、ぜひご体験いただきたいと、えー。今日もメロン当たりますんで、ぜひご応募ください。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この経口ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組た不みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひ、メールやツイッターで、えー、ご参加ください。今朝のコメンテーターは、青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峰村健二さん。この後、すぐご登場です。えー、まずはあ、日本復活のヒントがここに、工事ビジネスウォッチ。今日は、自転車に深掘りということで、えー、科学行動品薄人 今気そのビジネスの裏側に迫ってまいります。で、皆村さんと深めるニュース、まずはニュース7時またぎ、米中の交換会談。えー、安全保障担当のアメリカ大統領補佐官のサリバン氏と、えー、中国外交トップと言われるヨウ氏が、えー、会談をしております。えー、そして、 7時10分ごろ、おはようニュースネットワークのゾーンでは、峰村さんにポストウクライナ戦争、まあ、この後の、出場等々についても聞いてまいります。さらに、感染症危機管理庁について、そして、日米間が対北朝鮮を念頭に8月にミサイル対処訓練かというニュースも取り上げてまいります。メールツイッターはこちらです。 メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは0570-021242ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は JA 千葉緑館内飯岡カメロン部会から果汁たっぷりで肉厚肉質のし かりした日持ちのいい美味しいメロン、いいおの高みメロン二玉入りを毎日お一人の方にプレゼントしています。ご応募の際には必ず電話番号とお部屋番号までご記入ください。また、コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。 今週はこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峰村健二さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ,あ、今週はですね、OK 工事アップ特別企画日本復活のヒントがここに工事ビジネスウォッチと題しまして、えー、ビジネスの視点から今のニュースについて深掘りをしているんですけれども、今日は自転車についてであります。 さん最近自転車乗りました私も自転車持ってなくてですね、の割と暴走壁があるので、あまり、あまり乗らないようにしてます、特にね、あれ、お酒飲んで運転しちゃいけない、自転車も自転車も同行法の範囲なで、そうですよね、そうすると、なかなか夜とか運転しづらいので、もう、あえて自粛して、すででも気持ちよね私も自分で持つというよりも、シェアサイクルの赤いやつをこう、 多いですね最近乗り捨てられるんですよね、うそ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 う。ほ<ー>の近くにも実は1個あって、うんあれね、使うと、坂が楽に上がっていけるっていう,、ね、あ確かにそうです自転車、やっぱりコロナでね、えー、結構注目されたというところがあって、えー、2020年は、まあ、学校の卒業入学シーズンに来店するお客さんが大きく減ったにもかかわらず、えー、自転車販売市場2100 億円以上と過去最高を記録したとまああの満員電車なんかに比べるとね感染リスクが低いということがかなり注目されておりましたでそれ以外にもねウーバーイーツなどなど自転車を活用した配送サービスってのも、えー、需要の増加に大きく貢献したということでありますで去年は、まあ、更新には至らなかったものの市場の拡大が続いているということなんですがこれ売上は過去最高と、うん、この売上は っていう部分が肝でえー、台数で見ると横ばいなんだそうです。で、台数横ばいで売上が過去最高ってことは？ 単価が上がってるということ。あ<ー>えー、で、まあ、ただ、今は単価が上がっても売れてるっていうのもまた事実。そういうことですね。うん、だからこそ売り上げが立っているわけですが、うん、じゃあどのぐらい上がってるのかということを、えー、自転車王国栃木県の自転車店、えー、グーフォーサイクルワークスのオーナーで、えー、プロ自転車チーム宇都宮ブリッツェンのメカニックも担当されていた中里里志さんに伺いました。 ここ数年、急激な自転車の値上がりがあるということで、これ、どのぐらい金額上がってるもんなんですかはい。通勤とか通学で人気のあるクロスバイクの場合、だ、はいたい万7 2 0 0円の車体が71,500円。金額にすると14,300円上がってるんですね。これ、インパクトありますね。やっぱこのぐらい高くなってくると。そうなんです。はい。この辺がやっぱ売れ筋ってことになりますか、はい そうですね季節柄、ちょうど先々月、4月、3月っていうのが、<え>通勤・通学用にクロスバイクっていうのが<ー>一番売れる時期なので、<ー>まさにこの値上げが実際、消費量を減らしている要因にもなってるんじゃないかなと思えるぐらい、厳しい状況にはありますね確かに都心でもスーツ着て、バックパックでそういうの乗ってる人って見ますもんね。はいう えー、一方で、あの、休日なんかは、はい、すっごい細いタイヤのとか乗ってらっしゃる方もいらっしゃるじゃないですか。まあ、ロードバイクって言われる、要はハンドルが曲がっていて、タイヤが細いやつですと、はい、だいたい218,900円の車体が、26万4,000円。お,おもう5万円以上上がってくると。はい、いわゆるママチャリっていうようなですね。ああいうものってのはどうなんですか 特に警戒車っていう業界用語があるんですけれども、警戒車。心よいと。なるほど。軽い車ですね。ああ、なるほど。車体にもよるんですけれども、ええ、3万3880円が4万7000円とかてて。あやっぱこっちも上がってるんですね。あこですね。で、1.4倍近い金額になってるんですね。これ、値上がりの原因っていうのは、どういったところにあるんですか、はい、メーカーさんがよく言われるのは、はい、原油が上がって、 その輸送コストが上が上っなるほど、はい。中国でのコンテナセンサーも減産したらしいんですよ。ああ<ー>。はいで。それで、その輸送する箱もなければ、輸送コストも上がっていて、情報によると、一時期よりも9倍近くその輸送コストが上がってるっていうのが現状です。へえ<ー>。あと、最近ですと、ウクライナ情勢。はい 原油とかの世界的な供給量が減る懸念があるので、はい。需要に対して供給量が足らないんで、どんどん値段が上がっていくような傾向もあるかなと。原材料費はいかがですか最近はやっぱり、スポーツバイクも、ママチャリも、アルミが増えてきてるんですよ。うーん でアルミも結局、ロシアってあのかなり産出量が多いので、価格は2年前の2倍ぐらいの価格で国際的に取引されてたりとか、うんやっぱり原材料費の高騰によって、その商品価格が上がってる背景もあるかと思います、はい、これ、自転車を製造しているところっていうのは、やっぱり中国が多いんですか、はい そうですね。でも実際ですね、私も自転車の業界誌を毎月撮ってるんですけれども、サイクルビジネスっていう雑誌のですね、一番後ろの方に、はい、その自転車の輸出量みたいな表が毎回毎回出てくるんですよ。<ー> そこに出てくるのが、中国というよりは台湾の自転車輸出統計表みたいのがあるぐらい、実際に台湾がスポーツバイクに関しては、かなりシェアを占めてるというか、はい、これ、台湾もそういえば、人の出入りは止めたりとか、いろいろ影響ありましたけども、その辺ってビジネスに対しても影響ありましたか 今年の4月から台湾でもコロナ感染、ものすごく増えていて、はい、結局、働ける人がいなくなっちゃって減るんですよね。あ<ー>でそうすると、人員不足を補うために、どうしてもコストがどんどん膨らんでいくので、うそういった面で今後、その価格がまた上がる懸念っていうのがあるのかなっていうところですねこれ、そう考えると、この値上げラッシュは長引きそうですか。はい また来月、再来月あたりで、さらに一段と上がる可能性が非常に高いって言われてまして。うん。なので、正直もう値下がりはまずない。なるほど。このい、はい、今おっしゃっていただいた条件を見れば、値下がりにはならないってことですもんね。はいはい ええー、ということで、まあ、エネルギーの上昇、さらにはウクライナ情勢、そして、まあ、台湾に関しては、このコロナで、えー、人繰りが難しいというところもあって、えー、この先の値、ね、下がりはないんじゃないかという指摘でありました。皆さん、お気になっていかがでしたそうです。これ、今、伺ってて、はい、あの、半導体、今、これも結構いろんなものなくなってますよね。おおはい、これ、本当に半導体と全く同じ構図だなと。かなりこの生産拠点として台湾に頼ってる。はい、さらに、その台湾人材も足りない。 材料も足りないでさらにこれ一応大きいのは実はこれ今自転車すごく人気が出てって重要があるのはヨーロッパ。 らしいんですね私のヨーロッパの知人なんかも、相当自転車乗ってるんです<ー>で、基本的にはそのヨーロッパでデザインしたものをこの台湾なりで作ると、はい、なってくると、これもサプライチェーンで、えー、その通らなきゃいけない、じゃあ、通るとこどこだっていうと、ロシアが邪魔だとなると、このロシアを迂回して、南の方を通らなきゃいけないって、これ、全部すべて実はこの今、同じ問題なんですね,、えー、ね、起きてることっていうのは。なので、これ、先ほどにあの方がおっしゃってたみたいに、もうこれ、値段が下がることがないっていうのは一緒で、 はい、これも他の半導体とかと一緒で、どんどん足りなくなる。でも需要はどんどん上がる。うん、だから だからこそこれもう買えなくなってくるっていう状況ですね。これ本当にこれ自転車、たかが自転車じゃなくて、はい、やはりこのウクライナ情勢なりコロナ、まあ、特に中国のゼロコロナによってこの物流が止まったこととウクライナ情勢によって、まあ、ロシアのこの近辺を通れなくなった。この二つの二重の鎖によってサプライチェーンがとあなかなか滞ってると。うん、によるこの物価の高騰、と価格の高騰っていうこの 絵だというのが、多分真相なんだろうなというふうに、伺って,て思いました、うん、これも経済安全保障ってことですよねなってきますね、特にサプライチェーンの問題ですね、うん、こちらはね。さあ、そして、まあ、値上げ以外にも大きな問題があるということで、まあ、そのあたりについても、オー,グーフォーサイクルワークス、中里聡さんにお話を伺いました車種にもよるんですけれども、はい、今あの、自転車がないんですよ。自転車がない,ない、はい、うちもですね 去年の9月に注文した車体がですね、現状1台しか入ってきていない状態にありまして、えーで、今年に関してはその1台で終わってしまう可能性が高いとこの間メーカーさんから言われたぐらい、<ー>その供給が追いついていない。 現状にあるんですね、はいまあ、車体によっては、ママチャリみたいなものは、物が余っている状態にはあるんですけれども、<う>スポーツバイクって言われるカテゴリーに関しては、まず物がない状態ですこれ、そんな中でも安く購入できる、はい、ような、何かポイントだとかあったら教えていただきたいんですがそうですね。まあ 電車がない状態なので旧モデルの値引きっていうのも期待できないんですねあなるほどで今取れる手段としては、はい、今あるものを 買買ううのが一番安く買う手段なのかもしれないです、ね、ないるほど、在庫があるうちに買っておけと、はい、あと、全く予断的な話になるんですけど、私、鉄道が好きなんですけど、b b ベースっていう車両を取材したときに、はい、これで佐原の方まで行って、そこから霞ヶ浦を一周して、はい、あるいは半周して土浦から帰るみたいなコース取りをするんだみたいなことを言ってて、<laughs> へえ、そうなんすかみたいなことを言ってたんですけど、それも JR さんと絡めて、えーえー、自転車を乗せられる。 車両っていうのがなんですけれども解体せずに乗せられるっていうことですもんね、あれはね。そうです,そうです実際、あれなんですよ、あの年のリゾートさんが運営しているホテルも<え>土浦駅にあったりとかするので、あ<ー>そうなんですねです。自転車と一緒に部屋まで入れるとか、へー、そう <laughs> いう仕組みまで作られてるんで、やっぱこれをめでながらお酒を飲んだりなんかするのもありなわけですか<笑><笑>自転車って、あの盆栽自転車っていう。盆盆栽自転車<の>盆栽自転車盆栽自転転車車はい まあ、盆栽みたいに美しさを楽しむ方もいるんですよ。クレームのこの曲がりが違うぞとかなんとか,とかそういうことですよ。はい。はあ。 あとは最近自転車を洗うビジネスっていうのも増えてきてまして。おビジネスなんすかそれが今、あのー、結構チェーン展開されてるお店もあるぐらい、本当にどんどん増えてる状態ですね。<ー>なので、見て楽しむ方にとっては、まあ、やっぱ綺麗に保つコーティングをしたりっていうのもあったりとかするので、<ー>ちょっとここで自転車の楽しみ方っていうのがまたすごく変わってきてるっていうのもあります。ーはー。 いや、この広がる自転車関連ビジネスで、今、あの、自転車を洗うっていう、この洗車ビジネス、数社参入しているそうなんで、え例えばですね、首都圏で7店舗展開の洗車バイシクルという、普段手入れが行き届かないような車体の隙間チェーンまで、隅々まで手作業で清掃して、会員価格4950円と、えー、これね、やっぱ、こういう、こうね、あの、隙間産業とかいろんなことが出てくるんだなというね、えー、他にもね、 あの、やっぱり、こう、新品が品薄になってくるんで、修理ビジネスっていうのも伸びていると、ええー、いうこと。それから、まあ、先ほどありましたけれども、まあ、あの、地域おこしの一環として自転車を使うというのもね、うん、結構出てきてるようであります。まあ、ただこれ、手に入んないんじゃねえ。いや、この中里さんのこのアドバイス、うん、なかなかしみりますよね。うん、今あるやつを買えって言われても、<laughs> <に>要はこれ、かなり深刻ですよ。もう要はだから今のがなくなったらもうなくなっちゃうっていう感じですよね。なんか車なんかも今、そんなような状況らしいですけど。そうです えこれ本当にこの。 今まだねウクライナ、この戦争の影響って、まだ限定的ですけど、これ、半年後、1年後って、もういろんなこのもの、自転車だけじゃなくて、はい、いろんなものがなくなって、みんなで奪い合うような状況になるのかなっていうのちょっと今聞いてて、すごく心配になってきましたねフランスのマクロン大統領は、戦時経済に移行するんだっていうような発言をしてますよね、そう思いますね、今のこう、だんだんもう物が足りなくなってくる、物流もいかなくなる、はい、じゃあ、どこが先、確保するんだみたいな状況になってくるんで、まさにもうあのマクロンさんの言う通りだと思いますね。う うん、やっぱりその文脈の中に、例えば IPEF であったりとか、はい、サプライチェーンの見直しというのはあるわけですね、はい。あると思いますね、もうこれもある種の経済安全保障の一環ということですね、うん、この,、まあ、あの米中についてというところも、後ほどじっくりと解説をいただこうと思っております、えー、今朝のコージビジネスウォッチは、自転車についてお届けをいたしました、そして明日なんですけれども、今度はガチ中華について。 えー、新業アナウンサーと一緒に取材してまいりました、えー、レポートいたしますここが気になるプラス長官各種入ってまいりました、えー、一面今日本当バラバラという感じでその上特集記事も多いなというところですが朝日新聞ビッグテップ 膨張する権力という一面私のデータ、利益の源泉記者の自宅も友人関係も蓄積というフェイスブックに、えー、自分に関する全てのデータのダウンロード申請してみたらぼろぼろいろんなものができていた、まあ前から言われていることでありますけどねかなり怖いですよね、まあ、私もあの昨年やった LINE の個人情報保護問題なんかも完全この問題ですよね、はいまあ、基本的にこのただほど高いものはないんだと。ここ、はい、ここですねやっぱりここ ただだからいいな、便利だなっていうことの裏には必ず何かあるんだと、うんうん、そうしたら基本、商売ってやっていけないですから。そういういことですよね えー、そして、読売は区割り審のお選挙区の見直しについてでありますが、およそ140の選挙区で見直し最終調整ということであります、まあ、1票の拡散問題、えー、2倍を超えるところは是正しなきゃねということなんですが、1個是正しようとすると、複数の区をいじらないといけないと、これが積もり積もると140になると、でまあ、あの山口3区、分割1、4区に統合ということで、ここに、えー、林外務大臣と、それからあ安倍晋三、えー、元総理 総理大臣だとか、えー、あるいは河村さんだとか絡んでくるというね、ええー、その辺をに匂わせるような,ものもなかなか難しいですね、自分たちのことをやるわけですから、ね、結局、その利害絡むので、うまくいかないから、やっぱこう第三者委員会的なものでバシッとやらないと、この問題って、えー、さて、気になる記事ですけれども、おそんな中でですね、まあ、各紙、政治なんで少し触れていましたが、自衛隊応援議連というのを、 理系民主党が作るんだと、うんえー。昨日設立総会が開かれまして、まあ、自衛隊員の処遇の改善であるとかを求めていく。えー、そしてそのお、まあ、代表というかですね、えー、議連のトップには、会長には、枝野幸男さんが作るんだということのようであります。自衛隊とこの理系民主党っていうとね、 なんかなんとなく、なんで今なんっていうところはありますよね、うん、まあもちろんこれ、かなりやっぱり自衛隊、私もいろんな基地で講演をしたりとかしていて、現地も必ず見せてもらうんですけども、はい、まあ悲惨です、結構、もう本当に少ない人員と少ない予算で、もなんとか回してる、あの那覇基地なんかもすごいですよね、こうスクランブルでもうバカバカ出てるんだけれども、部品も足りない、人員も足りないから、もう使い回してこう部品をやったりって、涙ぐましい努力してるっていう意味では、この待遇改善 当然なんですけども、はい、まあじゃあ、誰が今までこれ、反対してたんですかって話ですよね。なので、なんとなくこれが今のタイミングっていうと、少しこの選挙を考えてのっていう、ただのそういう話だったらば。うん んちょっと疑問不かなというふうには思いままあね、本当、これが前向きに言ってくれればいいんですけど、ね、そういや、いいんです、本当にそれが純粋に、ね、うん、この改善って言ってたらいいんですけども、もあれ選挙あったら、え何でしたっけ、その議連みたいなことじゃ、絶対これは困りますし、うん、そのあたりはちょっと注目していかなきゃいけないですよね。うん あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と指時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず株と株性の値動きをお伝えしておきます。24日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、えー。前の日と比べ151ドル91セント安い3万 飛び364ドル83セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスタック総合指数は19.12ポイント上がって、1万飛び828.35でした。一方で、円相場は1ドル135円50銭付近で取引されております。で、まず、ダウ平均ですけれども、15日に、アメリカの金融政策決定の会合、FOMC、連邦公開市場委員会の え、結果の発表を控えまして、まあ、あ引き締め、えー、警戒の売りが優勢だったということであります。ただ、まあ、会合後の相場の反応を読めず、ダ、え、ウ、ー、平均下げしぶる場面もあったということであります。でえー 一方で、円相場の方は、あの、アメリカの国債の金利、長期金利が、まあ、上がってきたということで、日米の金利差から、あこれ、えー、ドルを買うというような動きが広がったと言われております。足元135円50銭というところをつけております。えー、では、取り上げるニュースはこちらです。米中交換会談、台湾巡り、中国がアメリカを牽制。 アメリカホワイトハウスで安全保障政策を担当するサリバン大統領補佐官と中国で外交を統括する楊潔氏政治局委員は13日ヨーロッパのルクセンブルクで会談しましたアメリカ側が台湾をめぐって中国の攻撃的な行動などへの懸念を伝えたのに対し中国側は台湾問題は両国関係の政治的な基礎に関わりうまく処理できなければ破壊的な影響を与えると強く牽制しました で対話を通じた関与に関しては一致をしたということなんですが、これ、4時間半には及んだなかなかですね、これ、相当長い時間ですし、えー、本来、これ、まあ、外交を携わるこの楊潔知氏にしては、だいぶ強い言葉だなというのが印象的ですよね。あ<ー>まあそれでいうと、この間のシャングリラ・ダイアログの時も、はい、やはり私、国防大臣の魏鳳和さんの言ったこのセリフですね、えーえー、台湾を中国から分裂させようとするものがあれば、中国軍は一戦も辞さない。 っていうこれ、かなりこれは、私もいろいろ、もう十数年取材してきてますけども、はい、もうなんか、行くとこまで行っちゃったなっていう強い言葉ですよねでいかなる、いかなる代償も惜しまないんだっていうことを言ってるので、これはまあこれまでよりももう明らかにテンションが上がってるっていうことの調査ですよ、ね、う,ん,うん、まあ、これね、あのー、 中国の国内の話などなども、こう、あり。ええー、まあ、やっぱり中国側というか、その出てくる人たちっていうのも、なかなか、あの、ここで融和的には慣れないっていうのはありますか慣れないですね。で、今、こう、米中の、こう、両方の関係者に聞いてると、本当にこのかなり発表はされてないけれども、いろんなこの戦闘機同士とか、えー、艦艇同士のニアミスが起きてるんですね。で、これも、もうい、 私が聞いてるだけでも4回から5回、かなりこう、際どいケースがあったというふうに言われています。この間、ね、極に新しいところだと、オーストラリアの紹介機に対して、ね、はい、あの中国の戦闘機が、しかもあれ、茶風と呼ばれるね、フレアと。あ、あ要はあの、あれって、要は、あの、茶風もそうですね。もう、要はもう、ロックオンされて、もそろそろ危ないと、撃たれる、はい。 っていうので、目くらましで出すものなんです。うんはい、ってことは、もうあれは撃たれててもおかしくなかったわけですよね。でしかも南シナ海ということですし、これもあれ見たときに2001年の海南島での衝突事件、はい、同じですよね、あれもアメリカのこの、えー、偵察機と、中国の戦闘機っていうところでいうと、はいで、さらにあの時はあはアメリカの大統領選挙の、まさ,まさにその政権交代の時期、今回はオーストラリアの 政権交代の時期って意味ではもうまさにその権力の空白をついて その後に来る新政権に対する一発、ジャブ、ジャブ、ジャブじゃないっすよね。もうあそこまで行くと、うん、オラーっていうこのパンチを食らわせて、ビギらせるっていうとこですよね。うんうんうん、これでも、かつてね、その2001年あの当時は、その、現場のパイロットとかがもう技量を見せつけるんだ、俺はみたいな感じで、結構こう、跳ね上がりがいたっていうような話をしていて、で、もう20年経ってるから、はい 技量もも上がっってるんんじゃないいかという指摘もあったんです,がんです当時は、私もあの当時の海南島事故を扱った人間に、あの、取材をしたことあるんですが、やっぱりその跳ね返りです。22歳か3歳の若いパイロットが、いわゆるその愛国心じゃないですけども、 あのふざけんなこのアメリカの飛行機に対するこううわっとこう自分の,この技量を見せたくてやってみたら、うん、やっぱりポンコツでだめだったっていう話らしいんですね。はい、なんですけども今もう本当にこの、えー、自衛隊の幹部なんかの話を聞いてると相当、その練度が上がってるパイロットの,その操縦の練度も上がってるさらにはその飛行機の機体自体もよくなってるわけですよね。はい、であのこちらが、F おもうそれこそ何度も何度も改良して使い回してる。向こうはこの新型のものがどんどん出てきてるっていう状況。数、質ともに、だん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 日本側、アメリカ側に追いつかれてて、そろそろ追い,もう追い抜かれてる部分もだいぶ出てきてるというのが今の状況ですよね。うん。そうすると、そういう威嚇とかっていうのも、うん、ある程度こう、オペレーションの中で上から命令されてやってる可能性もあると。これも、あの、私断言できます。これはあ,<ー>あの、私、北京に行った時の2014 年あ北京から帰った後ですね、2014年にスクープをしたんですけれども、はい、実は中国共産党の中で、えー、海洋権益焦燥という焦燥、非公式のものなんですが、これを作ってるん焦燥、少小さい組と考、ね、そうですね、あのはい、スモールリーディンググループですかね、うん、要はそのミッションごとに、えー、派閥をあの省、省庁横断で、はい、あの取り組むというものなんですが、これ、トップは実は習近平国家主席なんです。うん なので、これはもう、え、例えばですけど、尖閣あたりとかの、この、出してる船とかなんかも、全部その現場で、え、モニターで見ながら、その、まさにあの、アメリカのホワイトハウスの、あの、シチュエーションルームと一緒ですよね。はい。あれで見ながら、こう、やってるって話を当時聞いたんです。ってことは、これはもう、例えば、一部の軍の、え、部隊が、 こう、愛国心からとか、野心的にやってるとか、えなんか暴走してるって話は言う、言う、言う人いますが、これ僕は違うと。これはもう完全に党の指示。さ、もっと言うともう習近平氏の指示。で、やってる。僕はもうこう言っていいと思います。と、これはもう2014年、15年からもうそういうふうに変わってます。なので、その2001年みたいな跳ね返りが出るってことはない。うん。今こう出てきてるものってのは極めて政治的なメッセージもあるし、これはもう、 中国共産党の総意なんだっていうことになりますね。うんえー、中国が、ああ、津島海峡で、えー、ミサイル駆逐艦などがあー昨日抜けていったと。で、一昨日日曜にもお情報収集艦などが千島抜けていったと。で、これで思い出したのが、倒幕が、あの、はい、別方面からなんですけど、ロシアの情報収集艦が、 宗谷海峡から西方面に抜けていったと。これ目的地としては似たようなところになってきますよね。結構被りますね、これは。で、もうこれ多分二つの意味があって、一、はい、つはやはりこの中国とロシアの軍の連携ができてるぞと。日米お前らより俺たちはちゃんとやってるぜっていうのを見せたいっていうのが一つ。で、もう一個こっちが深刻なんですけども、要は背中から日本を 狙っっててるよってこれなんですポイ,<ー>ポイントは、今までってこう中国の、まあ、特に尖閣周辺、南西諸島、沖縄から向こう側だけ見てればよかったんですね、はい、ある意味、その日本海とか北海道の方の脅威ってのはほぼなかった状況だった、続いてたのが、これ、も日本海の方まで進出してくると、日本の自衛隊のリソースが2つにこう分かれてしまうわけですね。はい、こうなると今でさえ パもうカツンカツンの状況なのに、振り分けると、日本海のようにも振り分けるってなってくると、これ相当難しい、この防衛。 が求められるようになってきますねうん本当、今まで南西シフトっていうのはずっと言われて、しかも実際にそれに沿った形で、えー、戦力の整備っていうのを進めてきたわけです、ね、そうなんですよね、だからせっかく、ね、今までこう北にあったものをどん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 ,どんこの南西に移して、中国に対抗するぞと思ってたら、後ろから狙われてるっていう状況で、まあ、これ実際もう、もっと言うと、北朝鮮のあのとロシアと中国がこう3つ混じるところに、ラソンというところがあるんですけど はい、ここにこの港があって、ここをどうもその中国とロシアが咀嚼という。まあ咀嚼じゃないですね。まあ、その借りてると港を借りてるような動きもあるんです。うこうなってくるとそこから。もし。 北側ですね、朝鮮半島の北側から中国とロシアの船がバンバン出れるようになってくると、もう日本海が実は今度、正面になってくるっていう、この極めて最悪のシナリオになりかねないっていうのが今の状況ですよねあの地図を見ると、朝鮮半島から北朝鮮の領域っていうのがこう、日本海に沿って伸びていますが、直接ロシアと国境を接していて、はい、中国はそこに出口を作っていないっていうのが今まで言われたことで,そうな,んですなかったから良かったんです。 ね、なかったから、なかなか出てこれなかったんですけども、もしその東側に何かもう港か何かを作ったら、そこからどんどん出撃できるっていう状況ですよねうんで北にはウラジオがあって、そこには太平洋艦隊が、はい、ロシアはあるわけでしょ、ね。特にその辺のラソンとかあの辺ってふとあの凍らないんですね、冬でも。だからもう、冬でもバンバン出てこれるってなってくると、もうどうこの国を守るんだっていうのは、もう今から考えるだけにもう、頭が痛いですよね。 2%なんだっていう防衛費の議論が果たして間に合うかですよね。本当そうなんですよ、ね。の話ないであのもう本当に競りじゃないんですよね。これって、あの、値切りの話じゃないんで、2%なのか5%なのか10%なのか,1なのか、なのかこれ、価格ありきじゃなくて、そもそも今みたいなそういう状況があと何年後に来ますと。だから我々の今の装備はこれだけ足りないから、ここをどれだけ増強しなきゃいけない。 っていうふうに考えない。あと、ここはカットしなきゃいけないっていうふうに考えて、結果として、2. 点何パーなのか、1. 点何パーなのかって出てくるものなのに、うん、いきなり1、2、2はちょっとあれだから、じゃあ1.5とか、そういう話じゃないんですよね。えー、下から積み上がっていかない、ね、そうなんですよね。ねで、もう一つ、まああの、このね、中路の話とと後ほど、また世界出要の話のところでも伺おうと思っておりますが、えー、もう一個ですね、今日6月15日、どういう日かというと、習近平氏の、 69歳の誕生日だと。そうですね。69歳ですね。これはなかなか痺れる数字で、年齢で。はい。あの、中国共産党の中の規則で、えー、68以上の人は引退。 67あ以下の人が残れるっていう規則が2000年代の初めからできてるんですね、はい、それで考えると、僕、習近平氏は、はいさよならだという年齢になってるってとこなんですが、まあ今回、国家主席の任期も撤廃していることもありでこのな、あくまでこのルールって内、内部での規則なので、今の習近平の力で言ったら、そんなもの知るかってやる可能性も。 あるというところでこの69というこのじわっとしたこの誕生日をなったまま今度11月のこの党大会に、はい。 どういうふうな動きを出るかっていうところですね、すそれでもって今、ゼロコロナで経済こけてて、で結構、中で不満がたまってるぞなんて話、出てきたてま,、ね、まってますよね、これは、もう本当にあの相当このロックダウンされてる市民たちからのこの怒りの声っていうのも出てますし、そもそもこのゼロコロナっていつまでやるんだっていう、この不満は高まってます。であとはもうこの経済 ですね、経済でもこのサプライチェーンから、この創業製造から、物流からもう止まってますので、このダメージって今、指標はまあちょこちょこ下がってはいるんですけど、まだ大したことないじゃないかっていう風に専門家を見る方もいるんですが、はい、こういうサプライチェーンとか、この物流のこう影響っていうのはもうじわじわと出てきますので、ちょうどここから11月にかけて、景気がどんどん悪くなるってなってくると、 はたやちゃん本当に習近平氏は三期目いけるんですかっていう状況になりかねないという今の情勢ですね。うん、おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。ジャーナリスト、峯村健司さんに聞くポストウクライナ戦争。 ロシア軍はウクライナ東部ルハンシク州の完全掌握に向け激しい攻撃を続け、激戦地となっているセベロドネツクでは街の中心部につながる橋が破壊され包囲される恐れが出ています。こうした中、今日ウクライナを支援する国々がベルギーで会合を開く予定で、ウクライナからは国防大臣が出席し、兵器が不足している救助を訴えるものとみられます。 この時間はジャーナリスト、ミネムルケンジさんに、ウクライナ情勢の現状とポストウクライナ戦争のロシア中国について詳しく伺ってまいります。えということでですね、この、ま、ウクライナ情勢について、はい、ま、あこれがね、世界を変えるんじゃないかというふうにも言われておりますが、ミネムさん、あの、 これについてのレポートっていうのをこうずっと執筆されていたと、まあ来週あたり、いよいよ世に出るということですかそうですね、あの、もうずっと独立後書いてた、あの取材、はい、特に取材ですね、で書いてたものが来週月曜日の週刊ポストの方でですね、はい、え集中連載という形で、タイトルがもうプーチンと習近平って、もそのままなんですけども、はい、で、副題が世界で最も危険な二人という、 内容になります、はい、世界で最も危険な2人。であの一番やりたかったことを私は、まあ、あの一番書きあのフリーになって書きたかったことなんですけれども、はい、特にやはりそのどうしても国際政治っていうと国。 のこの国の気候とか国同士の関係って見てしまうんですが私はやっぱりこの人にフォーカスするのがすごく重要ですね。だだ重要だし好きだと好きなんです個人的にもで。その中で言うとやっぱり今みたいなこの習近平プーチンというこのリーダーっていうのはある種極めて独裁的なわけなんです。はい、なのでこの独裁的な人が何を考え何を思い っていうことを考えるこれって学問としてちゃんとこう確立はされてないんですが実はその例えばアメリカの情報機関 CIA なんかがよくやってるんですけども、はい、プロファイリングっていうものですねその公開情報とか、えー、その人に会ったことある人からこういろんな話をインタビューして、はい、その人の人物像とか考え方とかをこうこう作っていく予測していくってやり方でこれ実はそのトランプ 前政権の時に、アメリカが、あのトランプ政権が北朝鮮とこう国交を正常しようかという、まあ、この首脳会談をやろうかといった時に、やろ。 やったことなんですねそれがプロファイリングキム・ジョン,ン氏のプロファイリングっていうのを試合がやったんですこの手法をちょっと真似てみようと思ってあのやったものなんですね当時でいうとそのキム・ジョン氏に、えー、会ったことがあるスイス留学中の大体、えー、いい同級生先生とかって200人ぐらいいるらしいんですけどもこの人たちにインタビューして当時キム・ジョンは何を言ったんだとか何を食べたんだとか。 いいうことと聞く彼がとをやった,とで彼が、えー、喋った公開情報っていうのを分析してどういう,う人なんだっていうのをやったっていうのを今回そのプーチン、ええ、習近平に当てはめてみようというかなり壮大かつ無謀な試みになりますいやでも食べるものとかっていうのも重要なんですすねね重要です、ね、あとはやはり一番重要なのはその読んでいる本とか。 はい、あのやはり本が重要ですよね。あそれが思想を形づく形作るものがあったりしますし、うん、だから私もあ,のあれです、最近その、たまに習近平氏のこの執務室の映像なんかが出るんですが、その裏にあるこの本をずっと見て、本だね、この本はこうだと<は>っていうのを、これはもう2、3年かけてやってるんですけれどもは<ー>で、この本が微妙に位置が変わったりとかするんですね。 なるほど、えー。の中でも全然変わらない本が実はあったっていうのを見つけたんです。へ<ー>で、そっから読み解いて、彼、あの、習近平がどうも好きだっていう本らしいんと。好きだからこそずっと残ってるってこと,いいるとじゃあ、この本を読んで、実際私も読んでみて、あ、なるほど、どうしてここが好きなんだ、あ、この部分って習近平氏が真似てる部分だな、みたいなのを、こう、それもプロファイリングしてやっていくというのを、この、えっ、ー、と、5回ぐらいの連載でやっていこうかなと思っています。 おー。で、まあ、東アジアに、まあ、住んで生活をしている我々からすると、やっぱりこの、中国の動向、習近平というところが注目されますが、はい、まあ、今、世界的にはウクライナ戦争の話で、プーチン氏の動向というのが注目されてますが、どうなんですかこの二人っていうのは、そもそも論として仲いいんですか 仲いいですね。めちゃくちゃ仲いいですね、いいすここは。うん、で、逆に言うと、この仲の良さが私、命取りになるんじゃないか、双方の命取りになるんではないかって仮説を立ててます。双方の命取り、はいまあ、特にです、習近平氏の命取りになるんじゃないかと。あ、そうですか。はい、今む、むしろなんか追い詰められている、イメージでね、追い詰められているのは、プーチン氏なのではないかと。まあ、これだけ戦争泥沼化していったら、はい、もうそ,それこそね、で、プーチン氏ももう69、70近い。えー その辺の健康状態だとかもいろんなこと言われてるしというところなんですけどこれ実はあの短期的と中長期的にちょっと分けなきゃいけないんですけども<え>短期的に見た場合ですね<え>今この極めて中国ってロシアにどん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 寄ってるわけですねもう今でもこうロシアを支持の姿勢っていうのはまあ,あの変わっていないとでこれどん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 これロシアを支持するあの態度を変えないまま戦争が長期化するさらにもっと残虐な こととをロシア軍がやるとなってくると、国際的な批判がロシアに高まるだけではなくてそれを支えている中国にも影響が出るとなってくるとベラルーシ、あのロシアの同盟国のベラルーシが受けているようなこの二次的制裁というものを受ける可能性もあるというのはこれ、実は中国の中でもこれ、まずいんじゃないのという議論は実は起きてるんですね。あ,あまりこれ以上あのロシアに乗り込あの,のめり込みすぎるとまずいと。でロシアこれ負けたらどうするんだ っていうところですね、うん、議論はあるんですけども、これ、なかなかその声が出ないのは、実はトップである習近平とプーチンの、これ、あの2人は仲いいよねってみんんなな知ってるわけなんです親分同士仲いいから、あんまり水出すこと言え,ねえよな,いなかなか言いづらいですよね、それだから本当はあの親分があの好きだって知ってるのにいや、プーチンやばいっすよって、これ、なかなかやっぱ言えない、さらに今みたいなこの習近平、もう超一強体制の段階で、うん、親分やばいっすよって。 行った瞬間にはいじゃあお前した反腐敗ね逮捕するよってなりかねないわけですねなってくるとこれ実はすごくその習近平氏とその下の政府の人たちに大きな溝が今流れてるんではないかというところをこの分析をしていこうと 思ってますでもっと言うとじゃあ何でそもそも今飯田さんおっしゃった通り、はい、この2人はそんなにあの仲がいいんだと一<ー>人じはブロマンスっていう人もいるんですけどもん<ー>なんじゃこのブロマンスはどっから来てるのかっていうのをもうそれこそ十数年前からこう遡ってもっと言うともっと前からこう遡って、えー、ひも解いていこうと。 思っております国で考えても、このロシアと、まあ、かつてのソ連と中国っていうのは、はい、まあなんというか、くっついたり離れたりを繰り返すような、でえー、実際に国境をぐって紛争までやってる国ですよねやってますねで、本当に私いた頃2005年、中国にいた頃なんかは、はい、ほとんどロシアのことなんてどうでもいい、あんな国って、もうどうせ没落する国だよねみたいな感じで、ロシア専門家ってあんまりいなかったんですね、中国,ね中国国内に。ロシア ロシアっていうのが一気に出てくる。で貿易量も実は習近平氏が国家主席になってから今までっても倍ぐらいに増えてるんですね。中路の貿易って。そうなんですはい。であの武器の、えー、購入量、中国のロシア製の武器の購入量もすごく飛躍的に増えてるって意味では、この今中路関係っていうのはまあかつてないぐらい今いい関係になってると。 いう状況なんですねだからおそらくこれ、歴史上見ても、ここまで中路がくっついたことっていうのは、多分ないんですね。はあ、でも他方、今、ウクライナ戦争をやっていて、そのウクライナと中国っていうのも、これ、経済的な部分だとかって、つながりあったんですよ、ね、非常にここも関係、経済だけじゃなくて、軍事的にも、あの今、の最初の空母のリョ号なんていうのは、はい、あのワリアーク号っていうウクライナにあった空母をまあ買って、 改造してるんですね、うんまあ、ウクライナもう本当は大事にしなきゃいけない。中国の伝統的な外交でいうと、ウクライナも大事にする、ロシアも大事にするってやらなきゃいけないんですけど、今は完全にロシアにベットしてるという状況ですよね。伝統的な外交っっっていいうのはやっぱりこうある意味ちょとと引いたところで あんまりコミットしないっていうのが中国の外交だったんそうです。あの、鄧小平以来やっぱり同盟はしないっていうところっていうのは、これずっとこの自主外交同盟しないっていうのはずっと言われてるんですけども、今もう中ロ、この間の2月4日の中ロ共同声明なんか見てるともう同盟、ね、冷戦期の同盟より俺たちはもっとすごいんだみたいなこと言っちゃってるわけですよ。さらに禁じられた分野もないんだ、我々には。 って言ってるって、これも同盟よりすごいってこと言ってるわけですよね。なのでこれってうのは中国の基本的な外交原則にも反してる、逸脱してることを実はこの習近平、プーチン二人はやってると。その一体、その、 厳選は何なのか？っていうのを少しずつこう。探っていこうかなと。と実はこれ非常に大事なことで、そのウクライナ戦争後まあ、まだ長期化しますけど、ウクライナが戦争後の世界を考える上でも、この2人の関係両国の関係で重要なんですね。例えば、じゃあロシアが。 え、優勢で終わろうが、劣勢で終わろうが、どっちにしても今もう、あの、いわゆるアメリカとか欧米諸国とのこれまでみたいな貿易ができなくなる。ってなると、ますます中国に依存が高まってくるわけです。で、こうなってくると、中国、ロシアはどんどんくっついていくと。はい。で、さらに、あの、他の、え、NATO 周辺の国なんかも、やっぱり頼れるのはアメリカだよねって今なってるわけですね。だからアメリカにどんどん近づく陣営が生まれると。 なってくると、これまたかつての冷戦のような二極化構造に私はポストウクライナ戦争っていくんではないかって仮説を持ってるんです。うん、うそうなった時に、やはりその敵側であるこの中ロ陣営を見ていくっていうのは重要なんだと思っております。続いてて教えてニューーースキーワードです感染症危機管理庁 政府はこれまでの新型コロナウイルスの感染拡大に続く医療公衆衛生分野の危機に備えて、感染症危機管理庁を内閣官房に新設する方針を固めました。総理直轄の司令塔として関連組織を一元化し、指揮命令系統を明確化して対応力を強めるとのことで、今日にも岸田総理が表明する見通しです。 で、これと合わせて、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合して CDC、アメリカ疾病対策センターをモデルとした日本版 CDC 作りにも着手をするということだそうです。まあこれね、確かに岸田総理、健康安危機管理庁でしたっけなんか、あの、総裁選の時にはそんな話をされていたなということは、う,ね、うっすらと覚えてるんですが、うんうん いや、この私今回のコロナを受けて、この日本版 CDC っていうのは、これすごく重要なことだと思います。で、私もアメリカ・ワシントンに行った時に、この CDC っていうのを取材したことありますけれども、<ー>まあ、でかいです。で大体海外にもあの何人もあの要員を置いていて、1万4000人ぐらい要員がいるんですね。で予算が年間、日本円で8500億円ぐらい。 いいう意味ででは相当でかい組織になりまもともとこれ一番重要だと思うのが、はい、この CDC アメリカで CDC ができた理由ってきっかけっていうのは実は朝鮮戦争なんですね。<ー>朝鮮戦争で実は北朝鮮側があの生物化学兵器を使うんじゃないか特に生物兵器を使うんじゃないかっていうリスクがあったのでそれに対処するために作って たものなんです。元々安全保障の安全保障のものなんです。で特になのですごく CDC のこの人たちの動き方っていうのは極めてこの安全保障マインドに基づいたものなんですね。<ー>なのでそこはこう全然このえっと国立感染症研究所とは全く似ていなるものだっていうのがまず第一です。はい。なのであとこのやはり日本でも今回コロナがそうでしたけどもこれもある種まあ中国なんかよく言ってますけどこれある種も コロナってのは戦争なんだっっていう位置づけですよね、はい、やっぱり戦時体制にすぐ持ってって、この感染症とどう戦うかっていう、このマインドって、やっぱりこの戦争的な体制なり、マインドっていうのは、すごく必要なんだろうと思います。なので、今、日本は結果として、すごく感染者、犠牲者もあの抑えて、はい、ある意味、これ、戦勝国になってもいいんじゃないかって人あのあの、その一か国だと思うんですね。こ、はい、ここにこのの的なものをしっかりこう入れてくると もっとこの感染症に対して強い国になるんではないかというのは期待はしてます。うん。まあもともとね、このコロナ対策というもの、まあ、官邸があって、厚労省があって、で、えー、まあ厚労省の中にも専門家組織があって、官邸の中にも専門家組織があってと、はい、で、地方自治体に対しては総務省がいたりとか、もう各省いろいろやって、 てててこここれれれれがががなななななななかかかかか横が通らいいいとおととやっっ言言も動ろんなこと言われてましたけどそうですよね。これある意味私いろんな日本政府の関係者に話聞いていると、たまたまあの偶然あの国家安全保障局 NSS に経済局っていうのを作ったんですね。はい、で、実はこれ経済局は別に感染症やるために作ったわけじゃないんですが、ここが立ち上げた直後に起きました。で、それによって、えー、厚労省とかぐちゃぐちゃやっていたのをこの NSS の経済班がそこを仕切って うまくそのマスクの調達をやったりとか、あの海外にいる邦人の救出のオペレーション、難しいオペレーションをやったりってことで、外務省とかいろんなこの省を動かしたって、これ、奇跡的にある意味、この NSS の経済班があったからできたんで、私はその話聞いてると、もしなかったらどうなってたんだろうっていうふうに思うぐらいの、多分惨状になってたんだろうと、うん、いうことを考えると、やっぱりその NSS だけではなくて、そのプロ集団である日本版のこの CDC っていうのがある。 <と>はい、もっとこの厚い層の厚いこの対策なりが取れるんだろうというふうに思いますうんあの先ほどアメリカの,の CDC で、まあ、安全保障対応のっていう話がありましたけどまさにその本当の有事が起こった場合にも事態対処方針っていうのを立ち上げ作って、はい、でそれに沿って、まあ、政府一体となって動いていくっていう、まあ、今回コロナでそれを出してでいろいろこう紆余曲折ありながらも動かしたって っていうこの経験のフィードバックっていうのは絶対必要でよね。必要ですね、うん、あともう一つ重要なのは、やっぱりインテリジェンスなんです、<ー>情報収集、これ実は CDC はそれをやってるんですね、で今回の,あの武漢で最初にこのコロナが出た時も、はい、北京とか、まあえー、北京にいるこの CDC のスタッフっていうのは動いて、この情報収集をやってたって話は後で聞きました。だかかから、えー、と中アメリカ側があのコロナのののななんかおしかしいいっててうのをキャッチしてたのはあの発生 発生する前の年の12月の初旬もしくは11月の下旬には把握してたって話を当時のアメリカ政府の関係者から聞いたんです<う>それもやはりその一つ CDC の動きっていうのがあのどうもあったみたいですね CDC の要因ってそれはアメリカの大使館とかそういうところに,にいるみたいです、ね、なるほど、はい、そういうところで考えなきゃいけないですよね考えなきゃいけないんですよね、うん、そこもないとあれなんかこんなの起きちゃったって騒ぐようなことになってしまうなるほど 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ日米韓対北朝鮮年頭に、8月にミサイル対処訓練か。 韓国国防省は昨日、ハワイ沖などで8月までの日程で実施される多国間海上訓練、リムパック、韓太平洋合同演習に合わせて、対北朝鮮を念頭に置いた弾道ミサイル探知追尾訓練を日本やアメリカと実施する方針を明らかにしました。 連合ニュースによりますと、ハワイ沖で8月の1日から14日に行う方向で調整されているということです。この共同訓練実施については、シンガポールでの参加国の防衛国防大臣会談の中で、えー、合意していたんですかそうですね。うん、で、今回、あの、アメリカ側の、ま、発表なんかを見たら、えー、26カ国、 から参加するとすることの、はい、ことでした日本ももちろん参加しました出雲が多分行くんじゃないかとはいわれていますね。ということ見空母、まあそこはいいんですけど私実は一番注目してたのは、はい、台湾が参加するかどうかっていうのでこれも目をさらにして、はいえー、この名簿を見たら台湾ってどう見てもないんですよね。 実はこれ本当は昨年の12月に、えー、アメリカの国防権限法という法律ができました。はい、で、この中では、このリムバックに台湾も招待しましょうっていうことが書かれてたんで、あ、私てっきり、あ、今年は呼ぶんだろうなっていうふうに思ってたんです。ところが今回呼んでない、名簿にないってことは、どういうことかというとこですね。これ、ひょっとしてバイデン政権がなんかひよったんではないか。 っていうところはありますね。やはり台湾を呼ぶのはちょっと刺激を中国刺激してしまうっていうことで、惹、はい、った可能性もあるんではないかっていうのはちょっと懸念はして今も取材をしているところです。うーん、これね、あのオブザーバーの形でも何でもね、あの形はまあとにかくとして呼ぶ。 べきなんじゃないかと、これ、あ、むしろアメリカの議会はそう言ってるわけですよね。そうなんですよね。だから、まあ、名簿にないので、ひょっとしたらオブザーバーとか、なんかあるかもしれないですけども。そこじゃ、やっぱり、ね、あんまり意味がなくて。で、基本的に、これはあ海、あの、かい、あの、海賊対策とか、そういう名目でやる分には、私は別に、こう、ね、呼んでもいいと思いますし。なんか、そこまで、こう、中国にけ。 気にしなくてもいいんじゃないかと思うんですけれども、基本的にバイデン政権、口ではね、この間、バイデンさん、日本来た時も、台湾防衛するってことを言ったりと、防衛するとか軍事介入、イエスと答えたというところですごく積極的な,んだの,なのかなと思ってたんですね、なので、当然今回のグリームパックでも台湾呼ぶんだろうと私は思ってたんですけれども、ちょっとそれは本当に大丈夫なのかなっていうのが、今の状況ですね。ここうういうことも も含めての曖昧戦略なんですかね、アメリカって。あの、それが曖昧にして、これ実はバーンと当日呼んだっていうのが、これが曖昧戦略だと思うんですが。曖昧戦略っていうのは、やらないって意味じゃないですから。やるともやらないとも言わないって言って、しれっとやるっていうのが曖昧戦略なんですね。だから、この間のバイヤーさんの会見で、まあ、あの軍事介入。 いうをするイエスと答えた、これもあ曖昧戦略の一つだと僕は思うんですけれども、うん、これでただただ何もしないっていうのは曖昧じゃなくて、これはもう戦略的忍耐だ。オバマ政権の時に北朝鮮にやってたあれと同じことですね、要は何もしないっていうのでは困るので、はい、やはりここはしっかり、えー、なんですかね、もうオバ,マ政あのバイデン政権としての台湾政策っていうのをしっかりこれは確立して打ち出す。 ものとしてリムパックに台湾を呼ぶっていうのは一つの選択肢だと思いますね。これあのアメリカは議会の方が中国に関しては非常にいい強硬というか、まああのきちっと対処しなきゃいけないんだと。はい。いうことで、はい、これは超党派でまとまっているということも言われますが、だとしたらバイデン政権は別にこう気にする必要がないわけですよね。そうなんです。むしろこれ例えば民主党が反対してるっていうんだったらわかるんですけども、これもずっとほとんど今中国を非難する決議っていうのはほぼ前回一 共和党も民主党も,もうみんな揃って賛成している状況が、これ、ずっともうオバマ政権後期から続いているんですね、これも議会の総意、つまりもう国民の総意っていうふうに見ていいんですけれども、これ、やはりその時の政権っていうのは、行ったり来たりという形になって。うん ているというのがすごく今のアメリカのこう分裂状況ですよね。これアメリカはね今年中間選挙がありますけれどもどうなんですかその辺を睨みながらこのアメリカが中国との間も考えたりなんかするもんですか考えますねそこは一つの懸念材料ではありますあのある意味今中国に対するそのアメリカの国民の世論調査なんか見てると中国に対して警戒する嫌いだって意見ってもう私がいた頃に比べたら。 倍ぐらい増えてるんですね7割、8割の人が行っていると、これ、ありえなかった話なんですけれども、はい、まあそういう意味では、その選挙対策で中国に対して強硬に出るってう要素もありつつ、うん、今、このアメリカの中でインフレがとんでもないことになっていると、でさらにはその経済的にもあのかなり今、いろんな指標がまだ思うほど伸びてないとなってくると、じゃあ、やはり中国と何かこう、 経済的な方に傾くんじゃないかとか。はい、あと、まあ、あの、バイデン政権、民主党の中では結構多いのは、その気候変動とかっていうのを重視してる人たちが多いので、うん、それで、ま、中国となんか、あの、協力した方がいいんじゃないかって、またいつか来た道ですよね。うん、に戻るんじゃないかっていうのは、すごく、この、あの非常にこの中間選挙っていうのは懸念材料ではあります。 確かに、あのトランプ政権下で始めた中国に対してのこの制裁の関税についても、一部見直すべきなんじゃないか、いや、見直しの動きがもう出ているみたいな報道が出てますよね。出てますね。まあ、これ、ある種、この関税が、この物価を押し上げてる側面はあるので出るその、そういう話が出る可能性はあるんですけど、じゃあ、そんなんで関税を撤廃していいんですかって話ですね。そもそも、これ、バイデン政権はと特に対中政策、対アジア政策、トランプ政権をしっかり引き継いでるので。はい はい、ならばそこはしっかりじゃあ、関税を撤廃するんだったら、中国、これをちゃんとや,やるべきだというふうにやら,やらないと、やはりこれ、また足元見られてしまうということになりかねないですよねうん、えーまあ、リムパック、環太平洋合同演習の話から、アメリカの対中政策、東アジアの関与というところもお話しいただきました。